ということです。今日はですね、最近発売されたエクスプローラーアンソロディ2っていう、エルドラージュとかがね、セットになってる、なんていうんですかね、カードセットがあるんですけど、それを買ってみましたと。で、それに入ってる、エルドラージ、いろいろなんだっけ、あとニクソスの都市とかね、入ってるんですけど、その中でもちょっと、この変エルドラージ、こいつをちょっとぜひ使いたいなと思うので、それでデッキ作ってみました。こいつ血色で、白なんですけど、血色で色なくて、で、2マナと純粋無色マナの起動効果使うと、これでないクリーチャー1体対象として追放してタップ状態で戻せるっていう、ブリンクできるんですよね。で、これ起動効果だけでブリンクできるんで、っていうカード、これまであんまり、アリーナの環境にはなかったかなっていうところになりますと。で、こいつを使ってブリンクしまくって、戦場、出た時誘発の、効果をモリモリ使って、ちょっと勝っていきたいなって思ってますというところで、前半、この辺1マナ駅はガチョウとかポータブルホールとか、で、スカイクレーブンソウル、これ出た時3点回復、で、魅力的な王子、これ出た時、選べるんですけど、戦術2かライフゲイン3か、他のクリーチャー収容時にバウンス、ジャバンクスのブリンク。で、重装のシャーマンは、ちょっとクリーチャーを引っ張っていきたい時のために入れてますと。で、祝祭の出迎え前半から大活躍というところで、4枚入ってて、こいつがいる状態で他のクリーチャーして、こいつでもいいんですけど、さっきの変エルダージでブリンクすると、いろいろ1時間を受けたり、タップ状態でホームするたり、ライフゲインできたりと。で、ちょっとエメリアのアルコンは、ちょっとなんか自分を締め付けてる可能性があるんで、ちょっと、なんかあんまり良くないかなと思うんですけど、なんか一応入れちゃってますと。で、救出専門家ですね。救出専門家も、2マナ以下のクリーチャーを、リアにできるっていうところで、で、こうやって1回そのブリンクすると効果が、こいついるとそのクリーチャーって殴ったりできなくなるんですけど、こいつ1回ブリンクして戻ってくるとそれが解除されるんで、そういう使い方ができるかなと入れてます。で、レーリン入れてて、で、聖呪文縛り、こいつで、相手の、マナもね、ゴリゴリ重くして縛りまくっていこうっていうところと、精霊館聖職、これはちょっとなんか、変異エルドラージとかが狙われた時のために、この魂力の方のね、効果をどっちかというと使っていきたいなっていうところで、1枚だけ入れてますと。で、選定された平和の番人、これも、相手のピーピング含めて、プレーンズウォーカーとかも縛れたりとか、2マナを重くできるんで、状況に応じてブリンクしやすいかなっていうところで、おなじみスカイクレブの亡霊。で、これ4マナ以下のパワーメントを全部追放して、返却もしないっていうのは、トークンとして、クリーチャーとして返却するから、もうそれは返ってこないと。で、秋の占い師は、ちょっと加速用に入れてて、で、あと、こういうやつもね、入ってますと。こいつ出てきたら、タップインで、基本取り出しますと。で、彼らの祭壇は、この3マナ以下結構固めてるんで、彼らの祭壇4枚入ってます。これデッキトップ7枚見て、X の数だけ、その3マナ以下のパワーメント出すことができますよと。アーティファクトも出せるから、ポータブルホールも出せる。で、テーボーテーションサークルを、ブリンクデッキなんで1枚だけ入れてて、セラノモハンも1枚だけ入れてると。3マナ以下で基本的に構成されたブリンクデッキみたいな感じで、で、おまけで、世界呪文、これちょっとすいません。世界呪文、ちょっと、なんか、いらねえなって思ったんですけど、もうなんか、ちょっと買いのめんどくさいから入ってますと。で、裏切りの工作ですね。こいつが出た時に、パワーメント一つのコントロールを得て、しかもこいつ死んでもそれ返却されないんですよね。で、こいつが出た時に、なんで、完全にブリンク対象というところで、こいつブリンクしだしたら相手の土地とかも含めて全部か、こっちのコントロール下に入っていくっていう地獄ムーブができるんで、これで、ブリンクできる状態だったらほぼもう、いただきみたいな感じかなというふうに思ってますと。で、土地はちょっとですね、無色土地を、純粋無色マナーを出せる、土地を結構採用してますと。シェフェルトの砂丘、あとダメランですね。ダメランを結構入れてます。4枚とか入れちゃってます。普通の、なんか2色土地じゃなくて、ダメランの、普通の2色土地、こうやってなんか純粋無色のマナー出ないやつが多いんで、ちょろちょろ入れてはいるんですけど、ちょっとダメラン多めって感じにしてます。はい。なのでその辺で、ゴリゴリブリンクしていってね、
あの場を制圧できればと思いますので、やっていこうと思います。それでは対戦よろしくお願いします。まあ土地には困らないんで一旦キープしましょうか。よろしくお願いします。相手1マリ、赤貴族、貴族やめて。ちょっとカイラはマジやめてよ。どうする、どう出す。アルコンはなんか首絞めそうだよね、とりあえず。おってことは、ってことはよ、縛るか。まず縛ろう。3マナ以上。エンバレス、焼き払い、フェニックス、シモガミと。氷雪土地今何個出てる？一つだね。フェニックスかな。フェニックス。全体状況もちょっと嫌だけど、土地出るか。何も出ない。なるほど。ちょっと貯めてカイラぶっ放したいけど、まあ焼き払い撃たれてからだな。撃たせたいな、焼き払いを。とりあえず王子出すか。王子、まあアルコン出したら撃ってくる、来るかな。王子どっちにしろ焼かれるかな。そうだな、アルコン出して王子であれしてからだな。戦術で確認してからカイラ撃つか。重装のシャーマン、出していいか。まあ霜神打たれてでも死ぬだけだな、やめよう。バグベアの居住地は4マナですね。で土地破壊1あるから、ターンを、まあ、いいんじゃないですか。これで色にはもう困らん。で次バグ部屋で守られてもって感じか。 OK、 いいよ、打ってきてくれていいよ。これどうだ、4がでけえな。一応母性じゃ残しとくか。いやでもこれで相手も撃てなくなったから、こいつを、とりあえずアルコン殴りっすかね。アルコン殴りでじわじわいくか。で次エンバレスの封建がだから次怖い。息少なくなるから5マナで一応もう出るんだよね。でも殴れないはずこいつでは。
難しいな。過去のので。さあどうする？焼きあれが2発だったじゃん。黄金かのドラゴン来た、これ。殴る、さすがに。で、次これ出し、変異ダージ出して、ブリンクして、防御解除して、終わるか。で、ファクト割っとくか、これ。2マナのファクト。念には念を入れて。これ終わっとくわ。待って、強制ストチ、ああよかった、2つだ。あぶねえ。あ、じゃあこっちでいっか。こっちだ。トーランに、トーランにしたい。あ、そっか、トーラン出てるからでしょ。そうなんだ、4点だったんだ。どうする？あ、今回でいっか。殴る。あ、これエンバラスで降りようとしてる。というわけではない。いやー、なんか絶妙に危ないな。ライフインしとくか。トランプルと二段攻撃でしょ。え、じゃあもうこれこっち出すしかないんじゃないの、これ。究極の選択。X3 で撃つか、カイラを。いやー違う、無理だな。無理じゃん。ライフゲインしようが何しようが。いや、まあ、3で打つしかないな、これも。スカイクレイブの亡霊が来ることを願う。なるほど。最大3つまで。これ。ライフゲイン。で、注文しばりか。ライフゲイン。これ。で、エンパレスの保険。
ちに3マナ安くなってるから、今5マナで打てるのか。で、ああ、ブロックはしないといけない、必ず。こういうこと？困るね。まあ、これを引いてくれたって感じだが、次またエンバイスの方が来るもんな。まだこれ出すしかない。次こそ、引いてくれ。スタークレーブのボレー、ナイス。危ないです。変異ドラジ一回も起動できなかった。ちょっと赤タンは想定外でした。もう一回やりましょう。あー、これどうなんすかね。ちょっとさすがにマリガンしたいが、土地は困らないんだよな。一応変異ドラジも一体あるから。いやでもさすがにマリガンか。なんかあんま変わってない気がする。ちょっとアルコンをどうしよっかね。アルコンを、アルコンいいや。ちょっと悪くなった気がする。これ青で出して、オランドがすごいね。感情を残して、オルバリ出た出た出た。まあいいや、こいつスカイプロンで除去か。ずらってますね。困りますね、そういうのは。さっきからカイラの祭壇めっちゃ来るな。まあ4枚入れてるから当たり前なんだけど。またこういう技で。とりあえず殴りの回路いっとくか。一発目の回路、オッケー。2つこれと変異だし、さあ見してもらおうかいな。まあ出来事系か。だからね、じゃあすすぎ式あるじゃん。残忍な騎士はまあなんとかかわせるからこれだな。次のターン帰ってきたら変異エルドラージで残忍な騎士の状況は避ける。OK。 まあカイラとりあえずスカイクレーブ殴ってスカイクレーブさんあれさせるか。こうして、当然そうなる。それをこうする。あ、サンサンが帰るのもそれはそれで嫌なんですけどね。どうしようか、コピーの方にしようか。で、カイランためタップにしとくか。
まあ、クリーチャーより越していこう。で、まあ、ちょっと何の騎士撃たれたらもうしょうがないんで、またカイダで、ちょっと変異エルダージが出ることを祈りましょう。出来事コピー強すぎんだよな。また出してるし。また同じことを繰り返してるのか。インスタントで1万で打てるしかないよね。そう、サリー。これ殴る。で、一回使う。相手のクリーチャーがどんどん増えていく。それはそれで厄介ですね。残り2発できるから。まあ一応騎士かわすように取っとくか。おい。さあ、奇襲打ってきてみ。構わないのは遊ぶんじゃないの。はいはい。でしたときにどうするかっていうと、僕は、1マナ緑で打てるやつあるか。スタックには乗せれないから。まあ、これは呪文芝居だね、さすがに。もう、俺はブリンクし放題やで。はいはい。ああ、これは、まあ、騎士2枚あんのか。ちょっと厄介だな。まあ、いい。もう一回やりゃいい話。このじわじわ感、マジでイライラするだろうな。でも、一発やっとく。騎士。ガチガチやで。流動シャーマン出しとくか、一応。できるから、ね、出して、okay、あれ本当やりきれない感やべえなこれ。でもあと2マナだからインスタントでロワンドロワンライフルーズ。一応3マナある。縛りまくる。もう次スス飛んでくんのか。もうキシの数に等しい。なおね、撃っちゃうな。リアニか、ライフゲインか。ライフゲインか。逃げられたら嫌だし。ってなったら次、ススはもう撃てるから。これ、あ、いいね。で、一応これで、全部じゃない。呪文縛りをとりあえず殴らせて、すす打たせて、シャーマンで持ってきて、あれしよっか。なんだっけ、名前忘れちゃった。コントロール入れるやつ。呪文縛りで殴る。全体的にスタックしていろいろまた、あれして2回何しよっかな。でもなんかこれが2マナのクリーチャーが帰ってきちゃうから、
これ一物だもんね。だから一旦これでスカイクレイブ やりつつ、中層のシャーマンやりつつって感じだろうね。でさすがに全体状況打ってくるからうん、まあそりゃそうよね。何人の記者今行ってこないから押してで、一旦いいよってして、それで飛んできたやつに重装のシャーマンでまずスタックして、これで、セラマーンとかでもいいのかな。まあさすがに工作員出したいから出したいからとは言ってるけど。で、これでさらにブリンクして、逆にこれ、あれかな。これ縛るより、なんか自分のところにクリーチャー出した方がいい気がするな。だからこれで、あ、ちょっと待って、対戦相手のか、これ。見た。まあいっか。これはぐらい出る、ショックインするカイラでとりあえずまず出してからだな。ほんまな、1,2,3,6 だ、6だな。カイラ、ほら、嘘でしょ。うん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 。どうしよう。出来事唱えてワンドロー。フロストドラゴンでシンプルに殴った方がいい気がしたな。なんかカイラの再建を使いたいだけみたいになってた。でもまあ相手はこの辺には多分使わずにそのフロストドラゴンに使うだろうから、まあ、それはそれでいいのか。まあ出すしかないわなっていうか、ワンドをしたいし、したいだろうし、でもまあさすがにこれ出して一発ブリンク、あ、できねえな、年一個足りねえよ。そしてとりあえず殴って、これブリンクだな。次ロストダゴンで殴ってで、よくね、除けられるかもしれないけど、シンプルに、まあ術あるか、さすがに、まあ、いいや。いずれにせよあと一発の話。ヘンエルサージ1匹でここまで持ってきたもんだから、ようなもんだからな、これ。じゃあさすがに除去発動してくるから、あ、でもこれ
ブリンクできたんか、エルドラッシュで。なんだろう。ブロックできない。このスリープ使ってんのがいいな。騎士普通に出した。普通に出してきたな。ってことは除去あるってこと。ワンドローしたかったってこと、それともちょっとわからないです。ってなったら騎士で殴って終わりなんじゃなくて、なんかあんのかな除去。まあいいか、めっちゃ来るじゃんそれ。まあ行ってみよう。誘われてんのか。何もなかった。ありがとうございました。いやまあちょっとすいません、まだ全然僕も操作慣れてないんですけど、まあ変異ウダージ出て、まああのさっきのこの辺のねつよつよ白クリーチャーくんとかがいたりとかで、まあちょっと実現しなかったですけど、まあこの裏切りの工作員とか出て、これをエルドラージで何度もやると、相手の土地含めたパーマメントをですね、全部こう回収していけるっていう、こっちのコントロールにおけるっていうね。しかもこいつ死んでもそれ戻らないから、そういう強強ムーブもできるんで、ちょっと面白そうだなと思う方はやってみてもいいんじゃないでしょうか。というところで、はい、また次回の動画でお会いできればと思います。さよなら。